3年マジぐらい、3年半ぐらい経ってることになるんですけど、まあ、我々メンバーの気持ちやっぱバラバラやとあんまよろしくないから、いや揃ってると思います。僕たち揃ってないの？揃ってると思ってるか今聞いてます。揃ってると思ってます？揃ってると思う。今回は企画を通してちょっと僕たちの気持ちは揃ってるぞっていうところをちょっと皆さんに証明できたらなという企画でございます。なるほど。題して判定ワードを揃えましょう。はい、メンバー1人に対してだから誰か1人を決めます。でその人に対してその人の関連ワードを5人全員がフリップになります。本人も含めて、はい、本人も含めて全員一致してたらクリア、そして一致してなかったらまあチャレンジ失敗になるんですけど、失敗するためになんと今回アロエジュースを。アロエジュース、アロエジュースなんか美味しい。アロエヨーグルトとか美味しいな。そうそう。それ飲まないとダメなんですか？僕今顎怪我してるんで浸したら治るとかだよ。アロエね。まあ、分からん、アロエのその破壊力は今まだ誰も多分人感は分かってないと思うけど、じゃあそれでは早速やっていきましょう。これなぁどうなんやろ。だってさ、なんか最初の方にやったトアの企画、トアのいいところできたみんな、なんかわけ分からんのかな。お父さん、お父さん、トアのお父さん、それトアといえばでお父さん出てくる可能性だってあんのよ。あるな。それが怖い。ということでじゃあ、まあ、僕は本人なんでちょっと最後にフリップオープンです。じゃん。情熱、血は企業家君、企業家君、うわここ揃ってる。揃ってる。待って、情熱も俺結構そっちだよね。まあでもそうやね。僕明るい。なんだ、そこまで入れない。これぐらいやん、自分でかけるレベル。分かってんやろ。まあ、重岡くんはまあいや、これは最近やっぱぽいじゃないですか。うん、ライブ中とか特に元のパフォーマンスどんなやったかなってなるぐらい最近は熱いと。確かだから俺も情熱よ。あー、そういうことやね。そういうニアピンやん。重岡くんのなんか普通に好きやから今似ちゃってる部分あるんやと思う、絶対に。本人にその似てるって言ってもらえてますっていうのは言ったことあるの？MC あのミックスジュースのそれこそ MC に出させていただいた時にそうやって言ってもらったし、ヨガパンなんて言った、ありがとうって言った。嬉しいわって言ったの。へぇ、そのチワックスは何なの？え、買ってくれ。そう、ベリーっていう、ベリーとセルって2匹僕チワは買ってるんです。だからチワックスではない。だから成功です。これはちゃいます。じゃあまあ、まあ、確実にこれはねチャレンジ失敗ということで、なんか誰かが飲むまで。じゃあ行くわ、行くで、コトロ一緒に行こう。あ、OK、せーの。あっ、嘘。マジだ、飲む気失せた。飲む気失せた。めっちゃ苦い。なんか緑茶とかをバリ濃縮したよ。うわー、苦って感じよな。でもなんか体に感じような気がします。これもうアロエのヤバさは分かったからさ、連続で飲みたくないから当てやすそうな気分か。じゃあ西村さん、はい。僕特徴ないんで。女子がね。オープン。じゃん。アイドル、アホ、ストロベリー。はぁ、はぁ、そして西村君はアイドル。あぁ、ホタちゃんの俺すげえ。いつも親切、親切ね。今日もね、ここのビルに来るまでの道のりが分からなかったんですよ。待っといたら来てくれたんですよ、西村。なんか親切。もうアホはでも、これはもう多分自分でもアホなの分かってるなって思ってた。美味しいと思ってた。美味しいと思ってそうだからアホって書いた。なんでストロベリー一番ヤバいんだけど、何もしゃべってない。俺にストロベリーをさ、あ、なんかアイドルっぽい。なんかクレープ。あ、クレープね、好きやね。食べにやったらイチゴかなと思ったけど、食べにやったらイチゴかな。飲もう。飲みましょう。せーの、乾杯。乾杯。乾杯。じゃあ感じになるよ。わ、いいね。いっか。あー、マジでいや、飲む瞬間が一番強い。どうやって飲んだよ。吐いて。あー、いや。
川のこれガチかほんまかわからないんですけど、ガチかほんまや、変えたとしてもこれちょっと提案があるんですけど、これちょっと僕のせいで今なってるみたいになるんで、お題の人と会ったらなしにしますよ。もうちょっとかわいそうじゃないですか。じゃあお題の人はもう確定でのまんってこと、だから誰も会わなかったらまず。あ、そういうことね。こっからフーさんがバリ真面目にやりだすめっちゃ悪いよ。自分助かろうと交互期待です。これ伏線張ってました。伏線張ってました。そのジワックスかストロベリーかの伏線。誰せーの、じゃん。 YouTube 犬が好き、トイプード。菊池風磨。これ僕はあのジワックスが根にあるから、トイプードルとかなんかトイプックスなんかなんか、その変な犬系で来るやろうなっていう。俺はそういうぽいと思ったからもう一個深くいったみたいな。ホタちゃんだいぶ深いと思うんですよ。 YouTube 広ない。プーさんの人生、最近の人生において YouTube 見てる時間がめっちゃ割合な話で、1日18時間見てます。すごっ。YouTube 見切ったんやけど。見切った。一番最後の動画も見ましたからね。メルクは菊池風磨。あーもうさっきの重岡くんね。そう、なんか正解はこちら、手のマジック。やってたやってた。いただきます。やばい、泣きそう。食べてきた。あ、うまいな。味わってるやん。あ、この子やばい、これは成功させる。やばいやばい、トアが死んじゃう。あと2回うわ、俺も飲みたくないな。コタロウ、いっけじゃあお前、いらんて。お前コタちゃんマジで泣いて、そういうの面白くないから。どうしよう、飲むこと考慮するかせんかだけ。酔いそうやって。じゃあゲーム変わってるやん。待て、協力するゲームやって。せーの、じゃあ優しい。もうそれはあれやね、みんなが思ってるっていうのは多分。やっぱ妹思いやし。そうやね、僕も優しい。じゃあお前偽優しい。まあでもコタちゃん優しいけど、まあ、ちょっと立ってるとこもあるからちょっと偽やなと思って。優しい人他にもいっぱいいるよって感じ。もう僕は車だって最近コタロめっちゃ車あんねんつ。あ、そうやね、最近エグいな。車好きやもんね。車好きやし。怒らない。コタちゃん怒るで。怒るよ。これ5回くらい切られてるから。いや怒るけど。怒るけど。コタロは何なんですか。はい、優しい。もうほらやっぱりね。これゲーム、うっしゃー。この場合はもうルークだけ。偽優しいはどうなの。偽優しいもやっぱりなんか苦手だって。否定文じゃない。否定文じゃないから、ね、どんじゃん。のあ、じゃあ外れてる。こういうとこ見た。見た。いやばい、ルールがルールじゃあいただきます。いきます。せーの、勝手に飲んで。次ポタちゃん潰そう。飲まない。潰そうとかできひん。ポタちゃん潰そう。みんなも潰れんの。それやったらいいよ。じゃあ最後はルーク。じゃあもうこれもルーク、ルークさっきからジョベフーが見える位置やん、それ。はい、でも短かったな、短かったな。好きなこと、関連ワードです。じゃあコタちゃんって言ったら優しい。はい、コタちゃんと言えばやんか、優しいって的な感じ。もう関連ワードだね。それ何なんですか、関連ワードだ。そういう企画やんな。せーの、オープン。じゃん、とがり。とがり、あ、ラフ。あ、やっぱりちょっと。いや、ワンチャンでも勝手に行って外れるタイプ。いきます。うわー、とがり来たー。やったー。はい、まあ、ルーマって言えばみたいな。人間はとがってる方がかっこいいって思ってるんで、人生におけるスローガンというか。おいナチュラルに飲むな。飲むな、知らん間に。おい
割と分かりやすかった、うん、俺リーって書いてたからリーとガリアって思った。え見てるちょいは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 よーい、スタート。ガチか。いただきます。よっしゃ、行け。あそん時に言ったらな、あ、ごめん、見えちゃった。子たち、俺ご飯飲んでるから大丈夫。なんか最近ズルばっかしてるな。あ、でもそんなイメージある。